旅行の数だけ飯はある。長崎は旅行の数、そして取れる魚種も日本一。今が旬の魚、そして絶品飯を追い求めます。旅行飯181。今回訪れたのは大村市。長崎空港の近くにある新城港です。およそ50人の漁師さんが漁を行っていて、ウニやキスが取れています。続いて新城港で水揚げされた海の幸などが並ぶお店に向かいました。大一通り市場にある宮崎丸虎鮮魚店。およそ5年前にはことぶきさんもご来店。お世話になりました。ありがとうございます。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。どうも。長崎の近海ですとか大村の漁師さんたちが取ったものがうちに来たりとかしてますね。最近時期物で言ったら近海のカジキなんかはいかがでしょうかね。カジキだ。こちらがカジキマグロ。上顎が鋭く伸びています。脂は乗ってるんですけど、すごく上品で何切れ食べても飽きない。舌にしっかりと絡みついてくるような脂を感じることができるんですよ。お寿司屋さんですとか料理屋さんもやっぱりカジキはたくさん使われます。使うね。宮崎さんおすすめの食べ方はカジキの山かけです。脂が乗ってるのに上品。それをさらに山芋でコーティングすることによってサラサラっと食べやすいんですよ。カジキと山芋の相性はいかがでしょうか。マータリエイジ君、すごい甘さがきますね。分厚く切ってらっしゃるんですけど、いつの間にかとろけてなくなってる。ちょっと吐かない。醤油と山芋のバランスがいい。美味しいですね。次に宮崎丸虎鮮魚店から魚を仕入れている寿司正に伺いました。大将の宮田さんにカジキの握り寿司を作っていただきましたよ。今回は背中の部分にあるトロ、セトロの握りです。テイクアウトすることもできます。スーッとなくなって溶けていくんですよね、はい、シャリの酢が爽やかでちょうどいいバランスなんですよ。ずっと噛んでいたい。ずっと噛んでいたい。カジキマグロっていうとは長崎県ではもう絶対なかなか魚やったんですね。本マグロと同じでしょうね。皆さんにもっと食べて、いつまでも元気でおられていただければ、もうそれが私の一番最高の願いです。カジキの旬は今、ぜひお早めに味わってみてください。